次に3番林真也議員、はい、それでは、質問に入ります前に、杉本町長に一言お話をさせていただきたいと思います。今日は9月の19日ということで、昨日心配された台風も、未明から早朝にかけて、大きな被害もなく過ぎていったわけですけれども、これから秋本番ということで、過ごしやすい季節かなと思います。で、そんな中ですけれども、今年の夏、とりわけ8月ですが、例年に比べて雨も少し多く涼しく過ぎていったのかなと私はそう感じております。そんな今年の夏でありましたが、またしても日本各地において豪雨災害が発生し、甚大な被害と多くの犠牲者を出したことは極めて残念なことであります。被害に遭われた方々、犠牲になられた方々には、お見舞いを申し上げるとともに、ご冥福をお祈りしたいと思います。中能登町においては、一部の地区で避難勧告が出されたものの、幸いにも大きな被害はなかったと聞いておりますが、今後も災害に強い町づくりに向けて、さらなる努力をしていただきますよう、町長に重ねて申し上げておきたいと思います。それでは1点目の質問に入ります。1点目の質問ですが、小中学校の支援員さんの労働環境について質問をいたします。この支援員ですが、小中学校に配置されるようになって、10年余りになるとの認識ですが、一般の町民の方々には馴染みの薄い言葉であり、また馴染みの薄い仕事なのかなと感じております。そこで支援員の皆さんは日々どのような業務を行い、どのような労働環境の中で仕事をされているのか、などなど3点で質問をします。1点目ですが、支援員さんのその仕事の内容、業務内容について説明を求めたいと思います。2点目、近年先生方、教員の超過労働、超過勤務というのが社会問題となっておりますが、その一緒の学校で仕事をされている、一緒な学校の中で仕事をされている支援員さんの、その労働環境というのは、どんなふうになっているんでしょうか。それも問いたいと思います。3点目。その支援員さんのスキルの向上を目指した勉強会や研修会などは実施されているのでしょうか。以上3点でご答弁ください。福井教育長。林議員の小中学校支援員の労働環境についての質問にお答えします。まず支援員の業務内容についてお答えします。特別支援学級の児童生徒や通常学級で支援を要する児童生徒に対する学習支援や生活支援等になります。事業担当者だけでは対象となる児童生徒への対応が難しいため、支援員の方々には児童生徒に寄り添いきめ細かな対応をお願いしています。そのため、対象児童生徒やその保護者の心の支えにもなっています。
さらに、他の児童生徒も落ち着いて学習に向かうことができるというふうになっています。また、各学校の状況に応じて対象となる児童生徒以外にも、学習支援を行い、学習内容の定着にも成果を上げています。次に、支援員の労働環境の現状についてお答えします。今年度、町全体で19名の支援員を配置していますが、月曜日から金曜日までの週5日の勤務になっています。勤務時間については、主に 5.5 時間勤務の方と 7.5 時間勤務の方がいます。各学校には契約している勤務時間を超えることがないように指導をしています。次に、スキル向上を目指した勉強会や研修会等は実施されているかについてお答えします。支援員の研修会は毎年2から3回、行っています。今年度は春休み中に新学期に向け研修会を実施し、夏休み中にも1学期を振り返り、2学期に向けた研修会を実施しました。さらに2学期後半の11月頃にもう1回研修会を開催する予定です。講師としては、中野と教育事務所の特別支援教育担当の指導主事や、七尾特別支援学校の教諭の方をお招きしています。研修会は対象となる児童生徒に応じた効果的な支援方法等について学ぶ内容となっています。以上です。はい、議長。林議員。はい。では、再質問をいたします。実は私、この質問をするにあたって、事前に小中学校の支援員さん6名の方とお話をさせていただきました。で、この質問、どうしてこの質問に至ったのかということになるわけですけど、以前から少し、その支援員さんの仕事の中身が本来から少しずれてきとるんではないか、もしくは拡大してきとるんではないかという声を少し耳にしていました。で、何人かの方、6名の方か、6名の方にお話を聞いてきたんですけども、まあ、正直、仕事当初よりも仕事の変化もあると。で、少し自分たちが思っている仕事の量よりも増えてきつつあるというのは、皆さん共通した回答でありました。で、じゃあその皆さんの、まあ、今19名でおっしゃいましたけども、5時間の、5.5 時間の方、7.5 時間の方、おいでるわけですが、じゃあ皆さんの、その、まあ、ぶっちゃけ、報酬はどうなってるんですか、それから、まあ、労働条件、どうなってるんですかっていう話もしました。で、これ、近隣の、この中野と近隣の市町の支援員さん の、 その労働条件も少し調べたんですけど、中野と町が一番低かったです。で、まあ、石川県全部調べたわけではないので、ちょっと全部調べたわけではないんですけども、この近隣では一番条件としては良くなかったように思います。で、そんな中で仕事が少し変化している、拡大傾向にある、ちょっと、大変な仕事であろうと想像すると、その辺の改善が必要なんではないかなと、私は思うんです。で、まず、その労働条件の改善についてのどう考えていらっしゃるのかというのを、まず一つ。それと、近隣市長と比較してどう考えていらっしゃるのか、それと、その支援員さんとお話ししていく中で、今、19人の支援員さん、全員が女性だと思うんですが、
いや、男性も欲しいという方もおいでました。男性、まあ、特にこの小学校、低学年はまだいいんですけど、高学年、それから中学校の支援、今現在、高学年、それから低学年の支援さんをされている方の中で、やっぱり男性の方がいいなと感じる場合もありますと、そんな発言もありました。で、それも今後、改善策の一つかなと思うんですが、それも含めて、この今言いました労働条件、それから他市町と比べて、はどう考えていらっしゃるか、それと男性の登用、まあ、こういうところでご答弁願いたいと思います。福井教育長。支援員の業務内容が当初から拡大してきているんではないかなということなんですが、近隣の市町との比較で、賃金が安い、実態であるというのは、その通りであるというふうに思います。で、業務内容が変わってきてるんじゃないかなというのは、やっぱり、その子その子によって対応が異なってきたり、あるいは支援員の方もその対応の仕方が徐々に理解できるというか、研修も重ねていますので、上手に対応できるようにもなってきているというふうに思っています。で、余計に仕事が見えてくる、こういう支援も必要だなということで、支援の方がいろんな支援の方法を考えられるというか、見えてきているんじゃないかなというふうに思います。で、男性の支援員もということだったんですが、以前は男性の支援員もおいでました。今は、まあ、女性ばかりになっているわけですけれど、支援員、男性として、支援員に入ってもらうことも大変ありがたいことだなというふうに思いますので、その辺、いろいろ学校現場と、また相談をしながら、より良い環境になるようにということで、進めていきたいなというふうに思います。別に男性女性こだわってるわけではないんですが、男性も以前にはおられたということです。はい、議長。林議員。はい、はい、小学校中学校の先生にも何人かこの支援さんについて、支援さんとこう、まあ、日々お仕事されているわけですので、支援さんをどんなふうにこう見てらっしゃいますかというようなことで、聞いてきたんですけども、もう全員が全員って言っているほど、もう支援さんの重要性というのをおっしゃってました。もう支援さんに助けられていると、もう支援さんなかったらもうやっていけませんよっていうぐらいの方もおいでました。で、まあそういうかなり先生方の手となり足となりになっていると思われますの、思いますので、まあ今ほど教育省近隣市町のから見れば、その報酬賃金も安いというようなことをお認めになってましたけれども、まあ、その辺その支援員さんはやっぱり頑張るエネルギーが欲しいねということもおっしゃってましたので、やっぱりその頑張るためには、まあその目の前の人参じゃないですけど、やっぱり頑張るものが欲しいっていうのは本音じゃないかなと私は思って聞いてきました。で、男性の登用、男性の支援員さんの登用、それから適、などその多様性、その支援員さんの多様性、それから適材適所
適所などを尊重していただくこと、それともう一点、労働条件の改善を図ることによって、支援員さんの働く環境が良くなり、さらには、仕事をする、働く意欲向上にもつながるのではないかと、私の意見を申し上げて、この質問は終わりたいと思います。それではここで昼食のため午後1時30分まで休憩とします。休憩前に引き続き会議を開きます。林議員、はい。それでは、午前に引き続きまして、質問を続けていきます。2点目の質問に入りますが、2点目の質問なんですが、口腔外乳学について、お尋ねをいたします。この口腔外乳学、もしかしたら、区域外乳学っていうふうに正式なところは言うのかもしれませんけれども、まあ、今あえて私口腔外乳学と申し上げますが、これはどういうことか、どういうものかといいますと、中野戸町に住所があって奈良尾であったり白井であったり近隣の小中学校へ通学すると、まあ、こういうものであります。この口腔外乳学については、平成の大合併、まあ、つまり12年ほど前から、見受けられるようになってきたと私は思っているんですが、私が今回、特に取り上げたいのは中学校での口腔外入学で、町外からの入学、そして町外への入学であります。少子化の時代に、突入して、少子化の時代に突入し、高校や大学では、以前から生徒学生の奪い合い、取り合いという、まあ、そういう活動が、見受けられ、最近ではその生徒学生その取り合い奪い合いというのが、激化してきたのかなという感じすらしており、その波がその生徒学生の取り合いの奪い合いの波がなんか中学校まで及んできたんではないかという印象すら持っております。その口腔外入学を希望する生徒さんの主な理由としては、部活動、特に運動部が関係していると私は認識していますが、それが良いとか悪いではなく、今後少子化に、さらに拍車がかかるであろうことを見据え、この問題について少し局長と意見を交わしたいなとそう思います。ということで、3点質問をします。1点目ですが、現在中野戸町には小学校中学校計4校ありますが、町内小中学校でのこの口腔外入学の現状、こちらから入学、町外へ通学している、他市町から中野戸町へ通学している、その児童・生徒さんの現状というのを聞きたいと思います。で、2点目ですけれども、その国外入学の今後の見通しはどんなふうに見ておいているのかなと、それをお尋ねします。で、3点目ですが、この口腔外入学、区域外入学ですかね、この入学について、まあ、いろいろ保護者の方、先生方とも少しお話をしましたが、賛否両論があると私は理解をしているんですが、それについて、教育長の見解を問いたいと思います。
以上3点です。福井教育長。林議員の校区外入学についてのご質問にお答えします。ただし、他市町との児童生徒の出入りについては、先ほども言われたように、区域外入学という言葉になります。ご了承ください。まず、町内小中学校4校の現状についてお答えします。今年度、中能登町外から中能登町の小中学校に通学している児童生徒は、小学校に3人、中学校に21人います。また、中能登町から他の市町の小中学校に通学している児童生徒は、小学校では11人、中学校にも11人います。次に、区域外入学の今後の見通しについてお答えします。区域外入学については、今後も本人や保護者の意思により、希望が出てくることが予想されます。特に中学校の部活動の関係で希望する生徒が継続して出てくるものと思われます。次に、区域外入学についての見解をお答えします。区域外入学については、平成9年1月27日付の文部科学省初等教育局長通知、通学区域制度の弾力的運用についてで、市町村教育委員会において、地理的な理由や身体的な理由、いじめの対応を理由とする場合のほか、児童生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の申し立てにより、これを認めることができることとなっています。この相当と認めるときについては、保護者が児童・生徒を住所のある市町村以外の学校に通学させようとする際、市町村教育委員会が教育上の影響に留意しつつ、児童・生徒等の具体的な事情に即して、相当と認められる場合が含まれます。もちろん、住民登録している住所地に基づき、市町村教育委員会が、指定した学校に通学することが原則です。しかし、区域外入学の制度では、引っ越しなどを理由に、住所地以外の学校に通うことを特例的に、認めています。例えば、学年途中で転居したが、引き続き、転居前の学校に通うケースのほか、転校先に希望する部活動がない場合や、いじめが原因で、住所地の学校に通うことが難しい場合も想定しています。以上のことから、区域外入学については、児童生徒の心情面も配慮し、今後も弾力的に運用していくことが求められるものと考えています。以上です。はい、議長。林議員。はい。はい、今ほど教育長のご答弁では、中学校で、他の市町から入ってきている中学生が21人で、中能登町から、他の市町へ通学している中学生が11人、合計32人ということなんですけれども、今ほど教育長も少しおっしゃられましたが、部活動の関係、部活動に関係した理由が多いというお話をされたと思います。これ部活動の関係が多いということなんですが、その理由としては、仮にじゃあ長野都の町に住所がある子が七尾の中学校へ通う、で
その自分がやりたい部活動そのが長野と中学校にはない、で奈良尾の、まあ、どっかの中学校にはある、そういうことですよね。でもしくは長野と中学校に自分のやりたい部活動はあるんだけれども、その活動が あまり活発ではない、で七尾の ある中学校にあるその同じ部活動は活動が活発である、でそっちを選択する、そういうことだと私は理解しているんですけども、教授 その辺どうでしょうか。その辺の私は理解しているんですけど、教授そんなふうでよろしいでしょうか。福井教育長。今ほど林議員が言われたように、同じ部があっても活発に行動しか活動しているかどうかということも含めて、親子でしっかりと相談をして決めているということで、中野と町から七尾や白衣へ行っている子もいますし、白衣や七尾から中野と町へ来ている子もいます。それから、小学生になると、何ちかな、学校が終わった後の面倒を見てくれる人がどこにいるかによって学校あるいは保育園も変わっている子もいます。以上でいいでしょうか。はい、以上。林議員。はい、長野と町以外から長野と中学校へ来ている生徒さん21人、それから長野と町に住所があってよその市町への学校へ行っている中学生11人、まあ、この、合計32人の生徒さん、まあ、どれくらいの方がその部活動を理由としてそういう入学されているのか、この32人のうちの割合はちょっと分かり、割合はちょっと分かりませんけれども、まあ、想像するにかなり多いんではないかなと、そんなふうに思います。で、私先にも言ったんですけれども、これには、少し賛否両論というのはあるように思います。いや、やりたいって言ってるんだからそこ行って頑張ればいいんじゃないかっていう意見、いやでも住所があるところの学校行くべきじゃないかっていう意見、まあどっちが正しいとかどっちが悪いとはちょっと言えないんですけど、まあ賛否と言いますかね、中学生が中学時代3年間一生懸命その部活に取り組みたいっていう思いを大事にすべきだろうっていう意見と、まあ、それは理解できるけども、できればやっぱり地元の中学校行った方がいいんじゃないかっていう意見、まあ、こんな意見が2つあると思うんです。で、それをちょっと踏まえた上でなんですけど、まあ、実は私も自分のことを言ってあれなんですけど、中学高校とかなりこう激しくスポーツをしてきた人間でありますが、高校時代にはやはりこうやりたいけどできなかったというそんな経験もしました。で、そんな経験からですね、やりたいけどできない、頑張りたいけどちょっと頑張る環境にないっていうそのもどかしさとか悔しさっていうのは十分理解しておるつもりです。十分に理解しているつもりなんですが、高校の選択ならそれはこう十分理解できるんですが、中学校からその区域を越えて、入学することについて教育面とそれからその生徒の長い人生というものを考えたときに、そういう観点から決してこう反対っていうわけではないんですけど、
ただ諸手を挙げて賛成できるかというと、ちょっと賛成、諸手を挙げて賛成できないかなっていうのが私の本音であります。で、その今ほど教育面とその生徒の長い人生ということを言いましたけれども、教育面っていう面から見ると、子どもの成長には学校だけでなく地域社会とのつながりが欠かせないということ、まずこれが教育面から考えてのまず1点で、生徒の長い人生っていう面から考えると、今こう平均寿命が80歳を超える、そんな現代社会で大切な中学校3年間をやりたいっていう思う気持ちは十分わかるんですが、その思いだけで、その部活動だけの思いで、他の市町へ通学するということは本当にその子のためになるのかな、将来長い人生考えたときに本当にその子のためになるのかな。で、先ほども言ったんですけども、私自身も答えというのはありません。良いとも悪いとも言えないので、これは非常に悩ましい問題だと思うんですが、では何かいい方法がないのか、いい策はないのか、まあ、いろいろ考えたんですが、地域の子どもは地域で育てるというその原則から、解決策として、中学校の部活動の社会教育化っていうのを提案したいと、そう思います。幸い中野戸町には、3年ほど前から大家族型スポーツ活動事業という、そういった事業の土壌があって、その大家族型スポーツ事業の、まあ、レベルアップ版といいますか、を拡大版といいますか、そして考えると分かりやすいのではないかなと思います。中学校の部活動は地域社会が面倒を見る、それによって、大変忙しい超過勤務が甚だしい先生方の負担減にもつながってくるのではないかと思われます。で、ちょっと3点でこの提案をちょっとまとめたいと思うんですが、中学校の部活動を社会教育化するということに関して、利点、メリットといいますか、を3点ばかりまとめて言いたいと思います。1点目、まず先生方の負担が軽減される。2点目、地域社会とのつながりを太くする。3点目、中野戸町の生徒の町外への流出を防ぐ。まあ、私もう1点ぐらい利点があるかなと思うんですが、まあ、とりあえずこの3点メリットがあるように思います。一石三鳥ぐらいになるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、もちろん今日は明日できることではありませんし、簡単でないことは理解できるんですけども、少しずつ取り組んで進めていけば、きっとどこかで花を咲かせることができると私は信じたいなと思いますが、教育長の見解をお聞かせください。福井教育長。今の林議員の社会教育というか社会体育に移行していくという話なんですが、そういう動きをしている市町もないことはないわけですね。で、そういうことができる土壌作りが大切かなと思いますので、
体育協会の皆さんとも相談しながら、進めていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、日本のこの部活動も生徒会活動も生徒指導もみんなこう学校が背負っているという今の現状なんですが、それの良いところもありますし、働き方改革をしなきゃならないというふうに言われているところもあります。でその辺を お互いにこう何ですかね、調整し合いながらやっていくということで、徐々にそういう方向に社会体育の方へ移動していく可能性もあるということで、考えております。以上です。はい、はい、議長。林議員。はい、いっぺんに大きく変えることはなかなかできないんですけれども、少しずつ、そういう最初に言ったその校区外に、区域外入学から結局この部活動のこう改善というか改革にまでこう進んだんですけども、話は言ったんですが、これやっぱりこう本当はやりたいことを自分の町でやりたいっていうのは、ちょっとあの区域外入学をした子どもさんを持つ親御さんとも2人ばかりとちょっと話をさせていただきましたけど、やっぱりでも地元に置きたい、本当は。でも地元でそういうね、できる環境があればやっぱり地元に残したい、まあ、その辺は少し葛藤がありましたとおっしゃってました。でこれちょっと話余談になってなるんですが、参考に聞いていただきたいんですけど、この部活動の話とちょっとまたこう切り離して、この区域外入学をされた親御さんが、まず心配していらっしゃったことが2点ありました。で1点目なんですけど、中学校1年生からその区域外へ行きますので、まあ、13歳、14歳、15歳で3年生、15歳で中学3年生を卒業しますけども、じゃあうちの子は成人式どこに出ればいいのかね、うちの子は成人式どこに出ればいいのかな。で仮に長野と町で将来住むとしたら、長野の中学校の同窓会に出れませんよねっていうことを、その親御さんはそこもまず心配していらっしゃいました。まあ考えすぎなのかって言われると考えすぎなのか、親としては心配だと言えば心配なのか、だからそういうことも解消をする方法として町で、そのやりたいその部活動に専念できる環境としの考え方の一つとして社会教育化っていうのを私は、ぜひ少しずつでもいいので進めていってほしいなとそう思います。局長。はい、参加しました。はい、そういうことでぜひ進めていただきたいと思います。はい、次の質問に移ります。3点目の質問なんですが、開業から4年目を迎えた道の駅についてお尋ねをいたします。この質問ですけれども、私から意見や提案などを述べるのではなく、開業から4年目を迎えた、現状と今後の方向性、それと実績などについて、3点で質問したいと思います。1点目ですけれども、オープンから4年目を迎えました。で、1年目の、売上が1億6000万で、集客、レジ通貨をされた方が16万人というふうに私は記録をしております。で、2年目3年目はその売上集客等はどのように推移したのかというのを お聞きしたいと思います。2点目ですが、7月に羽咋市に、道の駅がオープンいたしました。中野の道の駅から直線距離でどうでしょう、15キロぐらいですかね、15キロあるかないかぐらいだと思うんですが、その羽咋
千里浜にできた道の駅との違いをどんなふうにこうつけていくのかということをお伺いします。3点目、以前の一般質問で私取り上げたんですけども観光バスの誘致についてということで以前この一般質問で取り上げました。その後毎日道の駅行ってるわけではありませんけれども、ちょくちょく道の駅行ってみてもバスというのはほとんど見ません、ほとんど見ません。で、観光バスの誘致について、検討しているというふうに回答をもらってますけれども、じゃあどのように今のところ進めようとしているのか、検討のどんなふうに検討しているのか、その3点で、ご答弁ください。杉本町長。林議員の道の駅についてのご質問にお答えをいたします。道の駅織姫の里中野とは平成26年4月17日に石川県で23番目の道の駅として開業し、今年で4年目を迎えています。ご質問のありました売上につきましては、全体的には前年度を上回る売上実績となっており、顕著な伸びを示しております。このことは町民の皆様方はもとより、近隣の市町の皆様方が繰り返し訪れたくなる道の駅としてご支持をいただいているものと考えております。このことから現在進めておりますカラー野菜や果汁の取り組みをより一層推し進めていき、農業者の生産力の向上と農産物の魅力を高め、差別化を図ることが大切だと考えております。しかし、現状ではさまざまな課題や問題がありますが、道の駅を利用をしていただくお客様のためになる方策を積極的に展開できるよう、指定管理者である能登若葉農協に進言し、また協議をしていく。行きたいと考えておりますので、ご理解をお願いをいたします。なお、ご質問のありました詳細につきましては、担当課長より答弁をさせますので、よろしくお願いをいたします。議長。高名企画課長。それでは林議員の質問にお答えをいたします。最初に、オープンしてから4年目を迎えたが、2年目と3年目との売上と実績についての質問にお答えをいたします。まず売上につきましては、2年目の平成27年度では1億4651万5193円でした。また3年目の平成28年度では1億6263万4183円でした。3年目は2年目と比べまして1611万8990円の増となっております。率にしておよそ 11% の増で、3年目の総売上額は初年度の総売上額とほぼ同額という結果でありました。なお、集客数につきましては、2年目の平成27年度では13万3510人、3年目の平成28年度では14万2508人で、こちらも8996人の増で、率にしておよそ 6% の増となっておりました。増加した要因といたしましては、直売所の品ぞれの安定化、フードコートの質の向上、イベントの開催によるにぎわいの創出など、リピーターの方が徐々に増えてきたことによるものだと考えております。次に2点目の羽咋市にオープンいたしました道の駅との差別化についてのご質問にお答えいたします。皆様ご存知の通り、今年の7月7日に石川県内で25番目となります
道の駅能登千里浜がオープンし、賑わいを見せているとの報道がありました。このことからも、他の道の駅とのより一層の差別化と工夫が必要だと認識をしております。現在、道の駅織姫の里と中野島では、開業当初よりカラー野菜で健康を売ろうとの掛け声のもと、直売所で販売をするカラー野菜のサーベアとカラー野菜の栽培と普及を推進するため、生産者に向けにビニールハウスで年間を通した野菜の生産体制の強化を図っております。このほかにも、みかんやさくらんぼの苗木の購入調整を実施をいたしまして、果樹の普及による新たな商品構成の拡大と推進を図っているところです。今後ともこうした取り組みを含めまして、地域の皆様方とともに独自性のある道の駅として運営をするよう、指定管理者である能登若葉農協と協議をしていきたいと考えております。最後に3点目でございますが、観光バス誘致策のその後についてのその後についてにお答えをいたします。現在指定管理者である能登若葉農協と役場関係者で構成する道の駅活性化委員会で協議を行い、受け入れの体制を整えているところです。しかし現状では観光バスが立ち寄ることは極めて少ない上に、立ち寄ったとしても短時間の滞在となっているというのが現状となっております。このことから指定管理者である能登若葉農協から旅行事業者等に対して道の駅の立ち寄りについて働きかけを行うよう要請をしております。また企画課におきましても、町民の皆様方や大学生を交えて町内での観光体験ツアーの造成の検討をしているところです。観光バスだけでなく、家族やグループで町内の観光スポットに立ち寄った折に道の駅へもお立ち寄りをいただけるよう仕組みを検討している段階となっております。道の駅織姫の里中野とは地域の皆様方の協力のもと成り立っている施設となっております。町民の皆さんはもとより近隣の市町の皆様方が繰り返し訪れたくなる道の駅として、今後とも魅力を高めていくよう日々工夫と検討を重ねていくこととしておりますので、ご理解をお願いいたします。以上です。はい、以上。林議員。はい、はい、今ほどの答弁ですと、2年目、3年目の売り上げ、それと1年目をもう比較しますと、まあ、少しこう、下がったり上がったりっていうのはありますけれども、まあ、大体横ばいや、そんな大きなこう違いはなく、大体横ばいあたりでいってるという認識を私は持ちました。で、私が何を言いたいかと言いますと、もう少し観光バスという言い方を しましたけれども、もう少しこう団体客の入り込みにこう力を注いでほしいなと。で、団体の食事もできるようにしていただければ、バスには1台30人、40人、50人乗ってますので、そういう、もちろん個人のお客さんも大事なんですが、そういう団体客の入り込みというものを考えていただければ、もう少し売上増、それから集客増につながるんじゃないかなという思いを、ずっと持っておりますので、また、その団体客入り込みに努力していただきたいなと思います。で、博井の道の駅とも、差別化を図って、独自性があるものにしていただきたいなということをお話しして、私の方は終わります。